え先日ですね小澤征二さんがお亡くなりになりまして、えー、私もですねあの大阪フィルハーモニーに入団してすぐの頃、えー、小澤先生の指揮のもとにですね、えー、確かあれはね大工だったと思うんですけど大大工と えー、ブラームスのと「一番」と演奏させていただいたんですけれども、あのー、小澤征二さんはもちろん戦前にお生まれになりまして、あのー、前回の,あのお話で,です、ね、その戦争というのがまあ悲惨だけれどもその芸術にとっては非常にその 個人にとってもですね、この、えー、すごく、えー、なんていうんですかこの切羽詰まったあ表現をですねあの、うん、させてくれるものというふうにな話をしたと思うんですけどまさに小澤征爾さんがですね満州にお生まれになってですねそのまあ干上げてきたわけですよね。 そのまあ大変な思いをされたと思うんですね。で小沢さんの演奏スタイル、えー、やっぱりそのき緊迫感っていいますか緊張感これがあの方の演奏の基本になってるというふうに感じました。あの すべてのところでこう張り詰めた感じ、これが小澤征爾さんの音楽表現のあの基本にあったんだと思いますね。まあもちろん私なんかよりも小澤先生とそのもっと密接な交流のあったプレーヤーは。 たくさんんいると思うんですね皆さんそれはおそらく感じてたと思います。うんえー、やはりあ,あのなんですか凝縮されたものというものがあの芸術においてですね非常に、えー、意味のある。 ものだと私は思います、えー、かつてベートーヴェンがですねあの書簡集の中で音楽というのは音による「ディヒテンドイツ語で「ディヒテンっというのは詩を作るという意味があるんですけど語源としては「凝縮する」という意味なんですね。そのの大抵の あのベートーベン書簡集の,あの役は音楽というのは音による思索だというふうに訳されるんですけどおそらくそうじゃないと思うんですね。本来は音,に音を凝縮するんだと。あの音っていうかその自然界にあるふわふわしたあ現象をですね音によって凝縮するんだと。 いう意味だと私は考えております。で、そういう意味で、あの凝縮されない音楽っていうのは、あのあんまり人にこうインパクトを与えないんですね。例えばマルセルモイズについて、まあかつて私あのちょっとあまあ批判的というか、まあ 変な人だみたいなことを言ったんですけどあの人の演奏のはまさしくその凝縮なんですねあの人のハンガリー伝園幻想曲の,あの前半部分の音のその密度の高さもう素晴らしいですよね。あまあそれから私の好きなまあ歌手たち マリア・カラスにしても、振りつぶんだりにしても、ミレーラ・フリーニーにしてもですねあ。私の好みから言うとですね、右から左に抜けていくような音楽ではないんですね。ぐらっとこう人の心を捕まえる、うん、それがそのあの、えー、その。 表現にしろ音にしろその凝縮されたものあこういうものだと思います、うんえー。まさにその指揮者で言ったらあ小澤征爾さんですね。もう彼の演奏っていうのはのプレイヤーがですね、こう視感する、えー、暇を与えない。 常にこう緊張状態こういう音楽をあの作られた方だと思います。ええー、ということでですね、えー、この平和な時代にあの皆さんもボケっと笛を吹かないで <laughs> 緊張を持ってですねあの演奏していただきたいと、えー、老婆しながら思っております。 ということで今日はこの辺で